ということで、次の曲も、新しいアルバムに入る曲です。11月のツアーで初めて披露した曲なんですけども、自分でもちょっとまだこう混乱してるというか、この曲が何の役に立つのか自分でも分からない、そういう曲なんですけども、僕はでもこれから多分こっちの方向にどんどん行くのかなと思っている曲です。祈りのようなものという曲です。街灯に火が灯る、子供たちが駆けていく、バスはまた遅れている、彼は空を仰ぐ、暦が10月になり、昼が短くなる、夜の青が染みた、悲しみたちが降りてくる。例えばほら昔のこと、僕らはみんな神の子で、真面目にさえ生きていたら救われるはずだった。その日彼は死を見てた、医者は彼に告げた、治療法はありません、それは雨のような言葉。いつもいつも震えてた、母親の恋人は時々彼女も抱いた。16まで生き延びて、彼女に恋人ができた。彼女は彼以外とも平気でセックスをした。例えばほら昔のこと、僕らはみんな神の子で、正しくさえいれば許されるはずだった。彼女の背中には大きな火傷の跡があった。バラみたいと彼は言う。それは雨のような声で、
社長で男は息絶えた歯を覚めた不良たちは携帯をいじっている致命傷は転んだ時の後頭部の打撲だった閉じない男の目に点滅信号が揺れてる例えばほら昔のこと僕らは皆神の子で普通にさえ生きていたら導かれるはずだったコンビニの店員は慌てて電話をかける見けた目はゼロか九かそれは雨のような時だ街灯に火が灯る遮断機が時を刻む盲人信号が歌う祈りのようなものどうもありがとうございました。